さて、マンゴーさん、今日の主役ということで、今日もね、いろいろ喋っていただきたいんですけど、今日の帽子の色はオレンジなんですけど、なんか意味があるんですかね。まあ、いや、特に、はい。最近はね、あの、泊まり交差点、そっち歌ってますけど、君お仲間なんですかね。いや。色的にはそっくりなんですけどね。いや、もっとそっくりな影武者がいるとかいないとかそういう情報もありますね、はい、今日は股間は痒くないですか。いや大丈夫です大丈夫ですか。今日はちゃんと酢でも塗ったんですかね。いやちょっと怖いですね、酢なんか塗られていたら。よいしょ、ということで、はい、では2023年10月の19日木曜日の収録、これから始めたいと思います。マンゴーさんがまたね、本番中にスマホをリリースしたりちょっとね、あちらこちらカイカイするのが見えるかもしれませんけど、それはそれでね、また皆さん生温かい目で見守ってやっていただきたいというふうに思います。では、これから本番の方行ってみたいと思います。はい、本番、5秒前4、3、2。皆様こんばんは。令和5年10月の19日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テラコ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキングテラコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、タクシーのパーツと自動ドアのことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。なおこの放送は YouTube チャンネル、チャンネルボギー様のご支援でお送りさせていただいております。さて皆様、1週間ぶりでございます。当番組メインパーソナリティのボギーテドコンでございます。まあ沖縄っていうのはこの1週間本当にね、まあどうでもいいようなことがね、毎日毎日炎上しておりまして、まあげんなりしてる方々もいるとは思います。まあそういった一方的な情報ではなく、今日はね違う考えもあるんだっていうことをね、いろいろお伝えできればいいかなと思っております。さて今夜の私のお手伝いをしていただく頼もしいスタッフをご紹介したいと思います。オレンジマンことマンゴーカメラさんでございます。こんばんは。オレンジマンです。よろしくお願いします。もう今日
今日もですね、実はあの YouTube 見ていただければわかりますけど、オレンジの帽子をかぶってですね、泊まり交差点に立ちたいなんてね、最近言い始めておりますんでね、見かけましたらぜひ皆さん仲良くしてあげてください。それと今日も元気なタカさんでございます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、ということで今日はオカメさんがお仕事でお休みということでね、この3名でお送りさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆様改めましてこんばんは。当番組メインパーソナリティの、ボギーテトコンでございます。まあ、10月に入りましてね、本当に涼しくなりました。まあ、エアコンもねかけないで窓を開けてね走れるぐらい、まあ、夜はね涼しい、まあ、そんな季節になりました。まあ、ただ私の庭ではですね、まあ、夏に咲く、サガリバナが今満開でございまして、毎日あの打ち上げ花火のようなね、本当に綺麗な花がもう夜だけ咲いておりまして、またこのサガリバナにプラス夜光木、そしてシルクジャスミン、この3つの花が咲き乱れておりまして、まあ、私の庭は南国特有のね不思議な香りに、まあ、包まれているということでございます。さて、今夜のワンヌウムイはですね、もう皆さんもすごいもうげんなりしていると思いますけど、まあ玉城デニー知事とそのね不愉快なお仲間たちのお話でございまして、まあメディアはいかにもねデニーさんがすごいなんていうような感じで報道してますけど、本当にそうなのか、まあ県外から見たらねどのように見えているのかということも含めまして、今日はいろいろお話をねできればなと思っております。さて、マンゴーさん、はい、今日もしっかりと本番中にスマホいじいじということでございまして、一体君は何を見ているのかなと私時々ねあのこの席から気になったりするんですけどね。まあいろいろな記事とかですね。はい。多分ね私が思うには、はい、ビッグ M の娘さんでも見てるんじゃないかと。見てない見てない見てない。ビッグボスだからさ、ビッグ M。ビッグ M の娘さん。いや、見てない、見てない、見てない。そうではなくて、そういう写真とかよりも、まあ、文字が多いですね。はい。ああ、文字ですか。怪しげな沖縄の特定の掲示板の文字を追ってるわけですね。いや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 。また僕のこと書いてないかなとか言って。いや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 。いや、でもね、本当にこのネットっていうのはね、マンゴーさん、不思議ですよね。一度やっぱり写真とかね文字を書いて流しちゃうと永遠にこれが残っちゃうっていうことで、これがいわゆるデジタルタトゥーっていうもんなんですかね。そうですね、はい、デジタルタトゥー、はい、過去の恥ずかしい写真とか、そうですね、顔からなんかストッキングかぶったような写真とか、なんかもう結婚ウェディングフォトを撮るはずだったのに N 字開脚している写真を、はい、非常に適切な内容ですのでミュートさせていただきましたもう高橋さん、こういった話題になるとすんごいマンゴーさんなんか意気揚々と喋りますよねもうやたらステージが高くなりますね思わずこれはまずいと思ってミュートしちゃいましたけどねまさか朝起きるために目覚めやすいように、ま、そういった写真見てとかしてないよねいやいや普通に
目覚ましなくても起きれるようにしてます。はい、はい、ということで、ね、開始早々本当に不適切な発言をね、お詫び申し上げますということで、マンゴーさん、これね、一応電波に乗っていろんな人たち聞いてるんでね、非常に今日も危ないお話をね、たくさんやってたんで、そこのところやっぱり気をつけていただきたいというふうに思っております。さて、まあね、この1週間も沖縄では、玉城デニーをね、知事の選択と、それをね、応援する人たちを、まるで賛美、いいことをやってるかのような報道が毎日続いていました。まあこれ簡単に言えば、辺野古の、いわゆる埋め立て工法のね、変更の申請を沖縄県が、これを承認しないで蹴ったわけなんですよね。はい、まあ、それを国の方が、理由もなく蹴るのはこれはダメだからちゃんと認めなさいって言ったら、沖縄県の方が裁判かけてこれは馬鹿にならんっていうことでやっちゃったわけなんですよね。はい、で一審でも負けて、そして最高裁ではマンゴーさんが大好きな却下に当たるね、はい、状態になりまして、もう高裁の判決が確定をしてしまったということになってるんですけど、まあこういったね、いわゆる裁判でね、白黒つけようっていうことで裁判に訴えてるわけですから、裁判の結果が出たらそれにね従うのが普通なんですよ。はい、ところが裁判の結果が自分たちの思ったようなね、判決が出なかったから今大発狂、はい、で裁判はね、これは不当裁判だなんて言ってね大騒ぎして、最高裁がそういった判決をやっても従う必要はないなんて言い始めてますよね、タカさん。しかもその裁判って玉城デニー知事側が起こしたことですね。はい、自分から訴えを起こしておいて、じゃあ危険ない判決が出てから、まあそんな裁判認められないって本当に虫が良すぎますよね。いや、これはね、正直言って行政のね側にいる人間がやることじゃないんですよ。はい、まあ、特にこの行政を預かる人たち、政治家もなんですけど、コンプライアンス、いわゆる順法精神っていうのがあるんですよね。はいはい、いわゆる法律に基づいて法を守ってねやるという、そういったことがやっぱり公務員とか政治家には求められています。まあそうですね。ところが今回の玉城デニー知事のまあ決断というのは、この法に従わない、いわゆるね、基地反対という自分たちの思いを優先させるっていうことをね、堂々と公言したに等しいわけなんですよね。まあ前から私たち番組の中で反基地ファーストっていう言葉をね何度も使っております。今の沖縄ね、本当に基地問題がタカさん、はい、一番重要な話だと思います。いや、基地問題は優先順位の、下位とまではいかなくても、少なくても、トップ10とか、そういった上位には来ないはずですよね。はい、今、物価高で生活苦しくなっておりますし、ガソリン代にしても、一時期よりはちょこっと安くなりましたけども、また、まあ、イスラエルの方で、まあ、戦争、まあ、ハマスの侵略とかで、原油価格が上がるんじゃないかっていうふうに言われてますので、そういったところにきちんとガソリン代の高騰によるまあ、県民経済への打撃を抑えるための政策の方がよっぽど優先だと思いますね。はい、まあ今ねこの沖縄っていうのは正直言ってね、何かと基地問題ばっかりが取り上げられていますけど、本当にねこの基地問題がそんなに重要なことなんですかという私疑念を持ってるんですよ。例えば身近なことで言えば、子供たちの待機児童の話、はい、例えばね、赤ちゃんが生まれて、まあ、0歳児の子供がいると、はい、でそれをね預けようとしても保育園の空きがなくて働くこともできないっていうのはね、お母さん方もたくさんいます。まあそういった待機児童問題、そしていわゆる青少年のね健全育成、はい、前々から沖縄っていうのはその青少年ね18歳未満の飲酒喫煙、それから深夜徘徊、はい、これも大問題になっていたんですよね。はい、それに最近はですね、なんと大麻、はい、
などあと危険ドラッグなどのね、はい、違法ドラッグの問題もやっぱり出てきています、はい、まあ、先日あの自衛隊員の方がねこの大麻で捕まってますけど、はい、沖縄っていうのはね本当にこういった薬物汚染っていうのが今どん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 広がっているんですよ。ですから私基地問題よりねこういったやっぱり治安の問題の方がもっと優先じゃないかっていうふうに思っています。それと最近沖縄県内まあ本土でも顕著なんですけど人手不足によってですねバスの路線が廃止されるっていうようなことも出てきています。いわゆる、大型免許を持っている人が少なくて運転手不足であの路線バスのね方を減便したりあと、その路線そのものを廃止するっていうのも出てきてるんですよね、はい、まあ、こういった沖縄っていうのはねモノレール以外の、鉄軌道なんてないですからやっぱりどうしても車に乗って移動しないといけない。ところがそういったね公共インフラがどん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 今縮小されている。そしてタクシーもですね今日、まあ、ラジオ聞いてる皆さんの会社もそうだと思いますけど平日からねタクシーもたくさん止まっているんですよ、まあ、そういったのを見るとやはりねこういったところにやっぱ人をねどん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 回せるような政策を立ててもいいんじゃないかっていうふうに私思います。うん、まあ、最近県がですね4000万円の、予算を組んで県外から、この大型免許を持った人を沖縄に呼んできて、そういったねバスの運転手さんとかをさせようっていうようなことをね考えてるっていうのを新聞で見たんですけど例えばですよ4000万かけてね支度金とかどうのこうのを出して沖縄に来るかなっていうのがやっぱあるわけなんですよね。本土でだいたいバスのね運転手さんって600万ぐらいもらえますよ。とか沖縄に来たらね250万ぐらいになるんですよ、そうなるともう半分ぐらいにね給料がなるところに本土からわざわざ来るかっていうことになるんですよね、まあ、バスだとまあ路線と貸し切りやってる事業者もあるからまあ貸し切りの方が賃金がいいとそっちに流れちゃってその路線業者には人が少なくなる、うん、少なくしか来ないんじゃないかな。そうなんですよっていう不安もありますね。じゃあこの4000万でね年収600万保証して連れてくるというと、6名ぐらいしか連れてこれない。それも1年経ったら帰っちゃうわけですよ。それではやっぱり抜本的な対策にならないと私はね思うんですけど同じ4000万使うんだったらこういったね旅客運送業界で働きたいっていう県民がいたらその予算で、タクシーの二種免許をね取ってもらったりあと大型免許もしくは大型二種の方をね取ってもらうそういったね支援策をやってどうせお金をかけるんだったら沖縄県民にお金かけてほしいんですよね、うん、そうすればねこの沖縄県民の血税である4000万は沖縄県民の財産になるわけなんですよ。だって沖縄県民が免許を取ってその免許でいろんな仕事ができるっていうことですからね、うん、だからこういったやっぱ生きたお金の使い方なんかをねやればいいのになんかね最近のこの沖縄県っていうのはちぐはぐなことばっかりやってますよね。まあそうですしそのバスタクシーもそうですし運送業界とかもまあ人手が足りないって言われてますしだからそういうまあ補助も大事ですけど業界自体にその人が振り向いてもらえるようにってことも行政もなんか知恵出しとかできないのかなってって思いますね、はい。まあ、そういうふうにね沖縄県民にコストをかけて資格を取らせるそうすればねこれは沖縄の財産になるわけなんですよ、うん、外から呼んできてね一時バス持ってもらってもうやめたって本土に帰るよりは、うん、うちの案中にねそういった資格を取ってもらってそして長くこの沖縄でね仕事をしてもらうそういったバス業界それからタクシー業界あとハイヤーなどもね、はい、そういったところで仕事ついてもらったらこれ雇用対策にもなるんですよね、うん、ですからやっぱりお金っていうのはね生きた使い方をしないといけないんじゃないかっていうのを私思うわけなんですよね、うん、まあ、それと最近
90秒のスピーチをするためにね、はい、1000万以上お金をかけてジュネーブに行ったどこぞの知事さんがいらっしゃいますよね。本当に皆さん90秒ですよ、90秒。なんかマスコミはね、すごいこれすごいことやったんだっていう感じで絶賛して報道してましたけどね、はい、でもよく見てみるとそのねスピーチをしてる時に沖縄県って書かれていないんですよね。はい、あの司会者の方もあの NGO のメンバーっていうふうに紹介してますね。そうなんですよ、はい、つまりこういったね民族自決などそういういろんなね人権問題とかやっている NGO のねゲストとして喋ってるだけで沖縄県として呼ばれてるわけじゃないんですよね。そういったところもマスコミあまり報道しないと。はい、ですからなんかね国連に行ってね玉城知事が喋ったすごいなと思ってるかもしれないんですけど、向こうではいわゆる民間団体 NGO のねゲストとして喋ってるだけで沖縄県知事なんていうそういったね肩書きなんて公式の場には全く出てないですからね。まあそれで90秒のスピーチに高さんすごいお金がかかったそうですね。そうです、1100万ぐらいかかったとか言ってますけども、はい、まあ、そういったお金ももっと別のところに使うべきですね。はい、まあ、正直言ってねこういういわゆる反基地するためにはジャブ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 お金使うんですよ。まあ、今言ったねこの1200万前後のねこういったお金も例えばねこれタクシーチケットに変えてですよ、65歳以上の方々にね配ってもよかったんじゃないかと思うんですよね。まあそうなればあの病院に行ったりね買い物に行ったりタクシーに乗るようになると。まあ私の持論っていうのはタクシーのね景気を見るときにやっぱりタクシー業界見ればわかるんですよ。でタクシーが景気良ければ世の中景気がいいんですよね。ところがもう今ね運転手さんも減っている、お客さんも少ない、まあそういった中でタクシー非常に厳しいんですけど、そういったところにねチケットをあの配ればそれ使って乗る人もどんどん出てくると。で人がねそういったのを使って外に出ればお金も使うし経済も回っていくんですよね、うん、ですからお金をねやっぱり生きた使い方をねやるっていうのがねやっぱり大事じゃないかなんてね私は思っていますし、うん、もう本当にこの反基地、もう沖縄の最大の問題はね基地問題なんなんて言ってますけど、ラジオを聞いてる皆さんそうですか？違うと思いますよ。身近な問題ではね雇用もあります、低賃金もあります、はい、それから物価高もあります。で我々にとってねあの夏は暑くてエアコンないとやってられないんですけど、そういったね公共料金の問題もある、そして子どもたちの教育ね、なんでこんなに沖縄の子どもたちって学力低いのかなって、玉城デニー知事これ問題だと思わないのかなって私とっても不思議に思うんですよね。その学力なんですけども、あの昨年まではあの小学校の国語算数はあの全国中位ぐらいだったんですけども、まあ、今年はあの2教科とも最下位にまで、10年ぶり2教科とも最下位にまで転落してますからね。まあこの学力の低下が長期的な傾向なのかどうかは来年以降の結果を見てみないとわからないんですけども、それまで、あの前回まで、あ全国、あの、大体真ん中くらいだった順位が最下位まで一気に落ちたっていう ところで、これ危機感持たないっていう方がおかしいと思いますね。はい。まあね、学校の先生方も忙しいのはわかりますよ。でもね、基地の前に行って拳振り上げてる時間があるんだったら、もっともっと子供たちに向き合ってもいいんじゃないですか。ね、本職の先生たちがそういったね政治活動反基地運動を一生懸命やって、仕事をねあの臨時の先生方に押し付けてですよ、そういったことを現場で私いっぱい見てきましたけど、本来やるべきはね先生方がやるべきは子どもたちのねあの学力向上と健全育成だと思いますけど、反基地じゃないと思いますよ。これ公務員にも言えることですよね。あの沖縄のねそういった反基地運動テレビとかでさらって流してますけど、皆さんよくこれ見てください。もう公務員の旗ばっかりなんですよ。自治労、全水道、はい、どこどこ市食労とかね、だから公務員の方々が反基地やってるんですよ。
これもね、私一つなぜかっていうのをなんとなくやっぱり感づいてる部分があるんですけど、まあそういった人たちっていうのは沖縄では特権階級ですよ。夫婦で公務員なんかしてたらすごい給料もらえますからね。まあですからそういったねところに一般庶民のね怨嗟の目が向かないように、基地問題をわざとね大げさに取り上げて反基地運動をすることによってみんなのね怒りの目をそらしてるんじゃないかなって私思ったりもしてますよ。まあでも大多数のね公務員の方々は本当に滅私奉公みたいに頑張ってる人多いですよ。私の知ってる人なんかね、そういった人たちからするとね、本当にこの反基地ばっかりやってる公務員、まあ特にね専従とか言ってる人たちなんかはもうね本当にどこの市役所でもいますけど本当に政治運動しかしてないですからね。ああ、なんか某市役所にのいるその組合活動やってる人はもうどこどこに旅行行ったとかどんなもの食べたとかそういうもう労働貴族って言ってもいいぐらいなんかそういう写真ばっかり出してますからね。すごいですね。こんなして生活できるなんてやっぱり労働貴族なんですかね。では一曲行った後に、まあ、県外からお寄せいただいた、この沖縄を見たね、県外から見た沖縄をねちょっとまたご紹介させていただきたいと思います。さて、はい、ということでマンゴーさんマスクはしているんですが鼻が出ているということでね非常になんていうんですか、これ鼻マスクって言うんですか、鼻マスク、はい、鼻マスク、いやーなんかこれあっち系の人に多いような気がしたんですけどね鼻だけ出してとデビルおばさんとかね、鼻出してマスクはしてね、はい、やっぱりそういうのをマンゴーさん目指してるんですかね。皆さんどうなんですか。そういえばさっきあくびしてましたけども、マスク、なんでマスクずっとしてるのかっていうと、あくび隠すためだったんですね。いや、そんなに私の話退屈ですか。いや、あくびはしてないです。退屈ですか。いや、あくびはしてない。番組開始直後にはい、いやー、しかしね、マンゴーさん、今日も絶好調ということでございましてね。はい。オレンジの帽子がとっても似合うんですよ。皆さんどうですか？しかしね、今だってマスク直してますけど、さっきまでね、鼻丸出しで下だけマスクしてる姿をアップで映ってますからね。はい。後でまた録画の方皆さん見て、いやー、マンゴーさんすごいなーって、反基地活動家みたいだなーなんつってね、思っていただければ、幸いかなと思ってますけどね。さてマンゴーさん、最近オレンジ色の外線車が那覇市内一生懸命走り回ってますけどね、ワンボックスカーだったり軽トラだったり、あれって何なんですか。君詳しいですよねこれ。ああ、なんかオレンジって言いますけど元からいるオレンジの方ですか、それとも新しく去年あたりから勢力か伸ばしてるオレンジの方ですか、ね、いやー、新都心に居座ってるオレンジですよ。大きな事務所持ってね。マンゴーさん大好きじゃないですか、あの人のこと。ね、頭から水も吹きますしね。はい。なぜこういうふうに最近、那覇市内うろうろしてるんですかね。いやー、やっぱり、次の選挙があるから、名前を売っておこうって思ってるんじゃないですかね。はい。次の選挙って何ですか？何の選挙があるんですか？衆院選。お、衆院選。そういえば衆院選といえばね、マンゴーさんがリスペクトしてるあるね、やらかすお方がなんか比例復活で国会議員になったってことね。何ですかマンゴーさん、あれ。君あの人大好きですよね。ああ、まあ比例の名簿に載っていれば、その比例の上位で受かちょっと途中でやめてしまっても繰り上がって当選するっていう、そういうシステムですからね。まあそれだからかつて宮崎先生もそれで復活したことがありますね。まあ復活することはいいことなんですけど、このやらさんってどうなんですか。なんかやってくれるかっていうより、またやらかしそうな、はい、言うと思った。来ましたね。やっぱり大好きなんですよ。ね。マンゴーさん意外とツンデレなんですよ、皆さん。うん、
彼の彼女になる人大変だと思いますよ。ね。デートに行こうって言ったら変な子に行くはずだしね。映画見に行こうって言ったら変なまたね、あの、反戦の映画見に連れて行かれるかもしれないしね。いやライブ行こうって言ったら半吉集会だったりしてね。いや。いやー、来ましたね。はい。いやー、最高裁で判決出ちゃって、もう悔しんでる皆さん、もう元気ですかね。はい。いやー、皆さん、しょっちゅう、憲法を守れ、九条を守れって、もう憲法教、九条教って言われるぐらい、それぐらい憲法を愛してるんですけど、じゃあどうなんですかってちょっと確認したいことがありましてね。はい。いいですか？最高裁判所は、一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するか、失礼。するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。まあそういう条文があるんですよね、憲法の81条。はい、皆さんが大好きな憲法の81条にそうやってあるんですけど、それだったら憲法を大事だと思うんだったら、それにデニー知事も皆さんも従うべきだと思いますが、どうなんでしょうか。それちょっと聞きたいですね。はい。まあいつまでだだこねて。粗末でございました。皆様、今夜もお聞き苦しいところをまた、お送りさせていただいております。今夜のワンヌウムイでございます。まあ、こういった話題になりますと、エキサイトしてしまってですね、時間を忘れるというのがマンゴーさんのいいところでございまして、ぜひこれからも、当番組のアイドル、はい、オレンジマンこと、マンゴー仮面さん、ぜひ皆さんお引き立てのほど、よろしくお願いしたいと思います。ではここでですね、この沖縄を憂う方からのメッセージを、ご紹介したいと思います。ボギーさん、こんにちは。沖縄を愛してやまない岡山の田辺から
素直な沖縄行政、玉城デニー知事への疑問をお話したいと思います。さて、去る10月5日の産経新聞一面に辺野古、国が大執行提訴へとあり、9月の最高裁での判決で、県は承認する法的義務が生じているのにもかかわらず、期限までに承認するのは困難と回答しました。いやー、これはね、ちょっと私も意味が分かんなかったんですけどね、はい、時間がなかったとかなんと言ってましたけど、国連言ってましたからね。そうですね、はい。まあ、それにつきまして、まあ、私いろいろお話をさせていただきたいと思いますということで、まあ、この国連人権理事会で、ね、5項目の声明内容を私は見ました。それについていろいろ見解を、ね、話したいと思いますということで、まず最初の、私は日本国沖縄県の知事玉城デニーです。米軍基地が集中し平和が驚かされ、意思決定への平等な参加が阻害されている沖縄の現状を世界中から関心を持ってくださいというくだりですが、私はまず最初にはぁと思ってしまいました。米軍基地が沖縄元より西日本に集中する意義を、あなたは踏まえた上でこのような見解を言っているんでしょうか。また誰にどのように平和を驚かされているんでしょうか。私は具体的に一歩踏み込んだ分かりやすい説明をしていただきたいと思います。さらに意思決定の平等性が阻害されていると言っていますが、どこにそのような阻害があるんでしょうか。本土に住む私から見れば、あなたたち基地移設反対派ほど自由奔放な意見をダメ押しして日本の安全保障を混乱させているのではないかと言いたいですと。ましてや沖縄県を守るのは沖縄県ではなく日本国であることを自覚した上で意見を述べてもらいたいところですということで、いやー、これもまさにその通りでございましてね、こういった自己決定がね阻害されてるんだったら、タカさん、はい、デニーさんなんか知事なってないですよね。そうですね、はい、そのデニー知事が生まれたのは沖縄県の有権者の自己決定権のもとに選ばれてますからね。はい、まあ、ですか、沖縄っていうのはデニーさんとかね、その不愉快な仲間たちがバッチつけてるっていうことは、そういった意思決定っていうのは阻害されていないっていうことになるわけなんですよね、うん、もしそれがされていたらですよ、国が政治家もみんな決めちゃってね、はい、戦前の体制よく参加みたいになってるはずですけど、沖縄は逆ですからね、基地反対派以外はね県民にあらずという感じでね、そういうことを私言われましたけど、これってなんか違うんじゃないかなんて思います。さて次に、日本全体の国土面積の 0.6% しかない沖縄には在日米軍基地の約7割が集中していますと、ね、そういったことを、ね、国連で言ってましたと。この下りもあまりにも近隣諸国の情勢と地政学的要素を無視した発言としか言いようがありません。そもそも昨今の近隣諸国、特に中国の動向を鑑みれば、なぜ軍事施設が必要か、なぜ沖縄に基地が集中しているのか、中学生でも理解できるのではないでしょうかということで、うん、いやでもタカさん、確かに沖縄にちょっかいかけたり、最近ねこの尖閣の近くの EEZ にもう勝手にね海上の標識まで立ててますからね、中国は、はい、それに対してなんで基地反対の人たちって文句言わないんですかね。そうです、それも昨日今日に始まったことではなくて、もうだいぶ前から行われてますよね。はい、はい、私たちが特に中国を危険視するのは今だけのことを言ってるわけではありません。少なくとも紀元前から現在に至るまでの数千年間、民族の異なる建国や分国を繰り返しながら他国への侵略を絶え間なくし続け、近代においてもそのスタイルは引き継がれています。我が日本にとって危険な国家であることは中国史を学べば歴然としており、国を守る
地政学的に見ても沖縄がいかに大切な場所であるか、日本をね体に例えるなら安全靴をね履いているのと同じであると、沖縄県民のみならず全国のね方々が知るべきだと思いますということで、いやー田辺さんズバリですね。安全靴っていう例えがいいですね、うん、はい、いや本当にねこの沖縄っていうのは、まあ、アメリカがね私何度も言ってますけど、アメリカは沖縄のことをパシフィック・オブ・キーストーン、太平洋の要石と呼んでるんですよね、うん、つまり沖縄っていうこの場所は東アジアどこにでも行けるちょうど中間の場所にあるということでね、うん、日本本土のみならず、ロシア、それから北京、それからね台湾、それフィリピン、インドネシア、いろんなところにほぼ等距離で行けるんですよ。沖縄を中心に3000キロの円を描くとほとんどの国が入っちゃいますからね、うん、まあ、そういうねあの軍事的にも非常に有利な場所にあるっていうのは、これ私のね思うには沖縄の一つのやっぱり強みだというふうに思っているんですよね、うん、でそこにあの米軍がなぜ基地を置いているか、極東最大の空軍基地が嘉手納にあるのか、それをね見た時に分かるはずなんですよ。だからそれをね全国に分散させようなんてもうナンセンスもいいところでね、まあ、特にあの反基地派の人たちは基地の過重負担だなんて言ってね、基地は全国に分散させようなんて言ってますけど、軍事基地をね47都道府県で同じように分散なんて高さんできるはずがないわけなんですよ、ね、そうですね、47都道府県それぞれ事情違いますからね、はい、学校だってそうじゃないですか。40名の生徒がいてね、なんか劇をするときには、はい、その生徒にね、まあ、あった役割とかさせるじゃないですか、はい、みんながそれともね主役になるんですか。違いますよね。そういったねおかしな平等主義っていうのはね、もう本当に頭からね払拭した方がいいんじゃないかというふうに思います。さて続きます。次に、日本政府は貴重な海域を埋め立てて、新基地建設を強行していますと。はい、新基地ではございませんね。あの1950年代後半に着工されて60年代には完成したキャンプシュワブ、そこに滑走路機能を追加するだけで、まあ、これについてはマンゴーさんがね前に話してくれましたけど、そういった風にね母屋に部屋をね増築をしたら、これは新築だって言ってるのと一緒なんですよ。 あとこのキャンプシュワブもなんですけれども、そのできる前にはその地元の住民からの要望があってできたっていう風に聞いておりますね。はい、はい、まあですから銃剣とブルドーザーでっていうふうによく基地反対は言いますけど、中にはね地域の方々がインフラ整備と引き換えに基地を誘致したところもあるということをね、やっぱ多くの人たちにやっぱ知ってほしいなっていうふうに私が思います。さて、ね、これについて、県民投票という民主主義の手続きにより明確に埋め立て反対という民意が示されたというふうに言ってますけど、この件に関しては何考えてるのか意味わからないでございます、はい、と言いますのも、那覇軍港の移設先、浦添沖49ヘクタールのあの美しい海の埋め立てに関しては全く反対の声がね聞こえないのはどういうことなんですかっていうことで、あデニーさんって浦添の海の埋め立て推進ですよね。で推進に対してはその県内の令和新選組の支持者の一部が浦添西海岸埋め立て反対って声上げてるんですけれども、ツイッターで。ただツイッターって玉城知事のアカウントにもちゃんとメッセージ送る機能があるんですけれども、彼らはそれ使ってないですね一切。いわゆる沖縄の方言でやってるネイビーですよね、はい。まあ、我々は埋め立ては、ね、見直した方がいいっていうのが考えなんですよ、うん、向こう埋めてね入れ島みたいなアスファルトとコンクリートの埋め立て地作るよりは、せっかくある3000メーターのね海岸線を生かして、まあ、10年後50年後、まあ、100年後にも残せるねいわゆる大きなねビーチにした方がいいと私そういうふうに思っています。まあ、建築家の福村さんという方がこれ提唱していて、
そこにね、ヨットハーバーとかを作る。そしてそこをね、後世に残せるような美しいビーチに作り変えて、沖縄県民の財産にしようっていうふうに言ってますけど、私も全く同じような考えであってですね。まあ、これについては、ね、なぜか、保守も革新もデニーさんも、みんなで埋め立て賛成ですからね。これが私とっても不思議で、ならないというふうに思います。片方の海はダメで、片方の海には触れようともしない、あまりにもダブルスタンダードすぎて、本当に何考えてるのかわかりません。辺野古で反対することで、よほど美味しい何かがあるんですかということなんですけど、ニラですよね、高さん。そうですね。ニラですよ、やっぱり。基地反対派ニラ、ね、配ってましたからね、マンゴーさんね。ビニール袋いっぱいにニラ持ってきてみんなに配ってましたよね。はい。だからニラですよ。ニラ。はい。次に、軍事力の増強は日本の周辺海域の緊張を高めることが懸念されるため、沖縄県民の平和を希求する思いとは全く相入れませんという発言について、沖縄県民、強いて言えば日本国民の平和を希求、これに関しては全く愚かな考えとしか言いようがありません。現在の中国を見てくださいということで、北朝鮮どうなんですか、さらにね、北海道でも危惧されているロシアはどうなんでしょうかということでね、いや、日本の周りは本当になんかね、猛獣みたいな国ばっかりですからね。猛獣と強盗団みたいなのがうじゃうじゃいるのが現状じゃないですか。島根県だって竹島を朝鮮人に取られたままじゃないですか。そうですよね、取り返しもできてないですからね。はい、まあ、そういったものもありますよ。日本憲法とね、周辺諸国のね、善意みたいに頼ってなんて、どこにも善意なんてないですからね。信頼となんとかかんとかって書いてますけど、善意っていうよりも俺が俺がっていう、そういうわがままな欲望の塊みたいなもんじゃないですか。はい、沖縄県民、強いて言えば日本国民の平和を希求、まあ、これに関しては全く愚かな考えとしか言いようがないと、ね、そしてこれら共産圏の国々は年々軍事力を増強させ、現実的にロシアは力による侵攻を起こしたではありませんか。はい、それをさせないための対抗する軍事力こそが国力であり抑止ではないですか。世界史を見ても会話や軍縮など平和を希求する思いで平和が訪れた事例が一度でもあったんでしょうかと。はい、私もここまでの考えは持ちませんが、そうでない以上少しは現実に目を向けていただきたいと思いますということでね、まあ、最近辺野古に私たちは戦いませんっていうね、横断幕が掲げられていますけど、戦いませんって言ったら争い起きないんでしょうかね。ところが彼らはこう言うんですよ。ね、憲法を守る、平和を守るために戦うぞって言うんですよ。いや、実際憲法だって守ってないじゃないですか。81条無視したりとか。あと、コスタリカの事例とかも出すんですけど、コスタリカは確かに軍隊なくしてるけど、いざとなった時は米軍に守ってもらうって、そういう取り決めやってるのに、そこは見てないですね。はい、いやー、しかしね、高橋さん、はい、私たちはね、絶対に戦いませんって言って、ね、平和のために戦うぞですからね。そうですね。すごいですよね、マンゴーさんね。平和のためになんか戦うって、なんか剣とか盾とか、ま、持ってるイラスト出回ってましたよ、ね。まあ、あれ共産赤旗のね、イラストでしたけど、本当にこの人たちって大丈夫ですか。散歩歩いたらなんか忘れるんじゃないかと思うぐらいね、矛盾したことを平気で言うし、沖縄のマスコミっていうのはこういった矛盾って全く追及しないですからね。私変だと思いますよ。はい、そして次に、私たちは2016年国連総会で採決された平和への権利を私たちの地域において具体化するよう、関係政府による外交努力の強化を要請します。これにはもう笑うしかありません。外交努力は否定しませんが、外交努力だけで平和は決して訪れません。何度も言いますが、相手に対抗できるだけの力、軍事力を持つことで
初めて同じテーブルで話し合いができるんですということでね。理想論ばっかり言っててはそれこそ沖縄県が危ないですよ。まあ、さらに言えばこの声明90秒全国でも話題になってますね。ジュネーブに行って90秒、この90秒に使われた血税が旅費に482万円、そして外部業者への訪問調整費等の委託料が690万、合計1172万円とのこと。今回の声明内容を鑑みてもあまりにも程度の低いね、ただのパフォーマンスとしか思えないね。これにかけた費用本当にそれでいいんですかということで、そして最後にね、一個人としての意見ですけど、この玉城デニーというね人物、他府県の知事と比べてやっぱりちょっと変だと思いますと。でここで声を大きくして言いたい。あなたの常識は私たち日本国民から見れば非常識でとても異常です。同じ日本人として本当に恥ずかしいですよということで、以上が私の素直な沖縄への気持ちでございますということでね。はい、田辺さんありがとうございます。まあこういったね、やっぱり近くにいたら見えないんですよ。外から見るとこの沖縄の異常さっていうのがよくわかる。だって新聞もテレビもね、国連に行ったことをすごい褒めたたえてね、今回の最高裁の判決に従わないこともいいことをやってるんだっていうふうに報道してるじゃないですか、うん、ところがね、沖縄の外から見るとこれ本当に異常なことでね、法律にも従わないね、自分から裁判を起こして法律によってね担保を取ろうとして違うね判決が出たら従わないっていう子供みたいなことをやって、それをみんなでね賛美してるんですよ。で役所というね順法精神コンプライアンスを守らないところがね平気でそれをね放棄してる県知事がね、いやこれ沖縄県庁の職員大変だと思いますよ。いやこういったことがやっぱりまかり通るっていうのは私どうかななんてね思ってしまいますけどね。まあこういった感じでね、県外の方々から見ると沖縄の異常さっていうのがね、まあよく見えてるようでございましてね。まあそろそろね、私思いますよ、辺野古反対反対ばっかりやらないでですね、とっととね、私思います、もう判決も出てるんですから、もう早急に作ってもらって次はね早急に返還させる運動をしたらどうですかと。じゃあ返還させてどうするのって言ったらね、私名護に空港を作りたいんですよ、辺野古にね。そしたらもともとねあるその空港を返還してもらって、そこを拡大してそこにね民間の旅客機なんか降りられるようにしたらね、北部の観光地リゾートなんかもうすぐ行けるじゃないですかね。もう豊かなね繁栄した中南部、過疎化する北部、そのね北部をやっぱり豊かにするためには基地反対じゃなくてこういったね発想の転換っていうのも必要じゃないですか。辺野古の空港をねもうさっさと作ってもらってさっさと返還をさせる、そして北部名護空港として、北部振興のね起爆剤にしていく、そういったこともね考えてもいいのではと思っております。ということで、今夜の、ワンヌ海これにて終了させていただきます。皆様ありがとうございました。はい、ということで今日の収録もこれにてね一件落着ということでございまして、さあ今夜の鼻マスクマン皆さんいかがでございましたか。今は大丈夫ですよ、鼻マスクしても気にして、はい、でもどうでした田辺さんの、はい、いやメールを見て、 まさにそうやって見えてることもズバズバ、まあその通りだなというふうに思いましたね、はい、そうなんですよね。やっぱり高さん近くにいたら見えないことっていっぱいあるんですよね、だからもう反基地の人たちってね、そろそろもう反基地じゃなくて何でも反対じゃなくて次のステージにね行ってもいいと思うんですよ。もうね滑走路はもう作られる、
じゃあそれをどのようにね、私たち県民の手に取り戻して県民の財産にしていくかっていうことを考えればいいのに、いつまでもね、この眉間にシワ寄せて、これでしょ、これシュワッチじゃないですよ、シュワッチじゃないですよ、これ反対ですよ、こればっかりやってね、あまりにも不毛すぎますよ。集まってる人たちみんなね、白髪頭の警察に逮捕されても65か75の人じゃないですか。こういった人たちの沖縄ぐちゃぐちゃにかき回されてるんですよ。そうじゃないんです。自分はね、10年後50年後100年後沖縄もっともっとやっぱ豊かにしたいね。いわゆる日本の、そして東アジアのね、安全保障の要としてね、あの負担をね、やっぱやってるんであれば、それに見合ったメリットもあっていいと思う。これだけやっぱり基地を負担してれば、沖縄っていうのは東京並みに豊かじゃないといけないんですよ。ところが東京並みに豊かどころか、もう全国最下位あたりをうろうろしてるじゃないですか。これってやっぱり何かが、でどっかでやっぱりバケツの底を向けてるんですよ。国はね、沖縄に負担だけを強いてね、知らん顔してるわけじゃないです。それなりにね、高額補助、はい、とかね、あと交付金とか、そういったので沖縄のために一生懸命やってますよ。でもそれが沖縄県民に広く行き渡っておらず、一部のやっぱり既得権益の人たちの手にね、渡ってると自分は見ています。それはね、何も保守系の政治家だけじゃない、経済界だけじゃない、やっぱり反基地やってる人たち、はい、革新系の政治家たちも全部私はグルだと思ってますよ。本当は後ろで、表ではね、反対派賛成派に分かれてても、上の偉い人たちは後ろでね、どっか見えないところで美味しいティーボンステーキつまみながらね、ビール飲んで売ったフライヤーさっつって笑ってると思うんですよ、ね。だから沖縄っていうのはね、あの人件数高いんですよ。貧富の格差が大きい、ね。だからこれ決して国が沖縄に対して差別してるとか軽視してるとかじゃない、沖縄側にはやっぱり問題がある。一部の人たちだけが声を取るような、そういったシステムが沖縄に存在してるんだっていうのは私思ってますからね。まあそういった中で最近在宅を始めたマンゴーさんはどう思いますかね。はい、まあ本当に せっかくね、セクハラ、いえセクハラ、お金がね、交付金とかが国から出てても、だんだん減らされてるっていう風に、カットカットカット結果ってやられてるっていうのにはまあ理由があって、じゃあその理由って何かって言ったら、沖縄県がちゃんとお金あげたけど使えないから、使って消化しきれてないからで、まあ執行率 60%、 100万円あげたけど60万円しか使ってない、40万円残ってる、これじゃあ交付金 いらないよね、カットカットされても当然じゃないかなって思いますね。はい、はい、ということでマンゴーさんのね、赤い糸もカットカットっていうことで、最後に残った糸は北部訓練場に繋いでいるということで、ね、いや繋いでない、いやそれも真っ先にカットで、それはその赤い糸を引っ張ると薬莢のカラカラとした音が響いてくるということでございましてね、もしかすると米軍の廃棄物が先に繋がってるかもしれないということですよね、マンゴーさんね。いやそれは絶対ないと思います。はい、はい、ね、こういったところツンデレなんですよ、本当タイプなんですよ。いやいや、だからね、今度ぜひ声かけてやってください。多分すごい本人発狂して喜ぶと思うんで、ね、うん、だって集会とかでね、あなたの後ろ姿見て鼻の下伸ばしてますからね、間違いなく。ないね、マンゴーさん、ない俺のタイプだなっていうふうに。全然それはないです、はい、マンゴーさん本当にツンデレなところが可愛いんですよ。はい、ぜひね、北九州あたり行って親不孝通りにね、放置したいぐらいでね、はい、マンゴーさんね。そしたらマンゴーさんも結構立派なね、メンズになって帰ってくるんじゃないかと私は思っていますけどね。はい、なんか期待をしていますよ。はい、ということで、本日の、ワンノムいろいろね、まあ、話が飛躍しましたけど、田辺さんからのメッセージ、本当に考えさせる内容でございました。まあ、これからもね、こういったメッセージをお寄せいただいた方のはもうどんどん読んでいこうと思ってますんで、
今後もまたご協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。では最後にマンゴーさん一言お願いします。いやこういう外から見た視点、見えない視点っていうのはやっぱり大事なんで、そういう気づきもどんどんあの大事だなと思うんで、県外の皆さんもあの何かありましたらご協力よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の放送これにて終了します。皆様ありがとうございました。